Thank you, Trailer Told. Let's start now. ねえ、こんな始めようか。半年前のとこから話すでええな。時は何やろな、ただただ水がありがたくてのあんなうまいも生まれて初めてやった。どんな高い酒でもあれにはかなわんけど、そのうちだんだん頭に浮かんできた。なんで俺はこんな砂浜で寝とったんや。思い出せん。いや、そもそもの話、俺は誰や。名前も思い出せへん。ちゅうてな。へへへ、案外悪なかったやんで。生まれ変わったみたいで、結構、気分なんや。ほんでもまあ、それもすぐあの連中に、ぶち壊されるんやけどな。なあ、少年。ここ、どこや？ここはリッチ島だよ。ハワイの近く。ハワイかいな。おじさん、隠れて。あれ、海賊かいな。逃げろやのは。おじさん、寝れと。溜め込んだ原発ゴミは近くの海に放射能垂れ流してやがった。それがバレて騒ぎになったのがだいたい半年前で、最近日本からヤクザが100人、島のゴミは安全に処理すると申し出てきた。じゃあ、ネレ島におじさんの仲間がいるってこと？片目の日本人ヤクザ、ここにも来たんだろ。とぼけんなって。本当に知らないんだよ。なあ、ジェイソン。お前んとこのガキといたんだよ。片目のヤクザはどこにいる？俺は売られた喧嘩買っただけやで。行きたいのはネレ島だったな。船の行き先決めんのは船長の仕事だ。もしあんたが名乗りを上げるなら、前の船長を倒した男だし十分資格ありだぜ。すごいじゃんおじさん。船長か。悪くない響きやの。何やあの船。マッドランティスってとこから来てんだよ。ギャングとかマフィアのたまり場の島。こっちも行くで。準備せ、鳥かじ一発。
エスペランサの財宝って聞いたことないか。それを探してるってじいさんがマッドランティスに来てたんだ。こらおもろなってきたで。おっしゃ、野郎ども出航準備や。マッドランティスに行くで。おい、なんだこれ。どうする船長、ひとまず逃げるか。マッドランティスの洗礼っちゅうことかの。手洗い歓迎やないかい。マッドランティスはいくつかの犯罪組織で運営されてる。そのうち一番でかいのがクイーン・ミシェルってバーサの組織だ。ようこそ海賊諸君。我が王国マッドランティスへ。ちゅうわけで記憶喪失で目覚ましてたったの2日、俺は海賊の船長になって海に漕ぎ出した。行く手に待ち受ける数々の冒険はお宝を巡る戦争になっていくわけ。ねえ、どうせならさ、目標を決めない？目標？例えば伝説の海賊を目指すとかはどう？伝説の海賊か。よっしゃ、俺ら五郎海賊団は伝説の海賊団を目指すで。